はいえー、今回のテーマはですね一番じゃなくても稼ぐ方法一番じゃなくても稼ぐ方法、まあ、あの一番一番になりましょうみたいなねあの久保さんがねあのよくあるその富士山の話あれはもうずっと使いますよねあの日本で一番高い山は富士山じゃ二番目はどこかみたいなだからトップじゃないとダメなんだ覚えられないんだよみたいなねあの例え話というか、まあ、本当のことなんですけど まああれはよく使われるわけなんですけど、まあ僕はね、まああえて逆を。まあ一番じゃなくても稼ぐ方法ですね。一番じゃなくても稼ぐ。これどういうことかっていうと、あのー、なんだ。多分ね、僕と久保さんそもそも一番じゃないんですよ。YouTube っていうプラットフォーム使ってるじゃないですか。YouTube っていうプラットフォーム使ってる,ででってってるね、日本で多分一番とかは、多分ヒカキンさんとかはじめ社長あたりだと思うんですね。一番。 チャネル登録者数とか影響力でだ多ん、ヒカキンさんじゃないですか。はじめ社長よりやっぱヒカキンさんの方がやっぱ結構メディア露出してるんで、多分はじめ社長の方がチャンネル登録者数多いと思いますけど、ヒカキンさんの方が影響力あるのかなと思いますけどね。だから同じプラットフォーム使ってても、僕な、え、久保さんと僕たち何番みたいな。で、チャンネル登録者数1万人もいってないわけじゃないですか。どうですか。1万人もいってないんですよ。久保さん7000人ぐらいいますけど、1万人もいってないんですよ。 僕なんか2000何人じゃないですか ?3000 人行ってないですよ。はい。まあ1番じゃなくていいですよね。大丈夫ですかヒカキンにならなくても稼げてれる <laughs> もはやヒカキンにならなくてもいいよね、みたいな。わかりますだからその1番じゃなくても全然いけますよ。で、も、まあ、久保さんもちょっと言ってましたけど、何の1番になればその YouTube の1番にならなくてもいいんですよ。お客さんの中の1番になればいいんです。見てくれてる人の1番になればいいんです。 今、だから再生数が3だとするじゃないですか。じゃあ3人の中の1番になればいいんですよ。再生数1、うん、再生数1人に対しての1番になれば OK なんですよ。ここが大丈夫と久保さんもなんかオンリーなんちゃらワンなんだ、ちょっと英語を言ってましたけど、その僕たちがなぜ再生回数が少ないのに売り上げが立てられるのか、まあ、久保さんはね、ビジネスもやめてますけど、僕もなんで売り上げが立てられるのかっていうと、視聴者の方の1番だからです。 はい。視聴者の方の一番だからです。はい。視聴者の方はヒカキンさんが一番じゃないんです。わかりますあ、吉谷さん何の動画今日アップしてんのかなとまたなんかやっとるわこいつみたいなね。<laughs> それでいいんですよ。だから視聴者の方の一番になればいいんですよ。別に周りの一番じゃなくていいんですよ。だって、 まあそれはまあ商品売るんだったらまあそうなんです、ね、商品売らないんだったらちょっとそれじゃ難しいですよ。すみません、商品売らないんだったら広告収入だけだったら3再生で無理ですよ。さすがに。商品売りましょう。コンテンツ販売はまあ,あのマストとしてやるという前提でね、前提でお話しすると、1人見て、1人買ってくれればもう売り上げ立つんです。1人見てくれて、1人買ってくれればもう売り上げ立つんです。だからこれが広告収入だったらちょっと無理ですよ。だからまあコンテンツ販売しましょうって話なんですけど。 だからまあ、あなんだろうな、まあ、コンテンツ販売しろでまとめていいですかね。まあ、久保さんもね、最初はそっからですから、うん、コンテンツ販売、これね、あの速価塾っていうのをねそう、やらなかったら今ないですから、うん、あとは価格を上げてるく努力ですね。久保さんは最初セミナー2万円でやって、その後速即塾19万8000円だったかな。 ね、どんどんそのいろんな商品、あと100万円の商品も、100万円の商品も4時間のセミナーで売ったのかなあ言ってましたね。うん。だそれはまあ徐々に価格を上げていく努力すればいいだろうし。うん。あとはんだろうな。あと久保さんが何か言ってたのはいいこと言ってたんだけどねうん。ちょっと久保さんな何かいいこと言ってましたよ。いいこと。すごくいいこと。ちょっと忘れたのな何だっけな。さっきちょっと出てたんですけど。 何かいいこと言ってましたね。な、何言ってたかな、久保さん。いいこと。富士山の話から最後らへん。あ、じゃあ、ちょっと忘れました。久保さん何んかいいこと言ってると思うんで、この後久保さんの動画映すんで、そのいい話。うん。なんだっけな、ちょっと思い出したいですね、これ。なんだっけな、なんだっけ。俺、僕、僕がいいと思ったとこですね。僕がいいと思ったとこ。 うん僕がいいと思ったところはうん思い出せねえなさっきねちょっと出かけたんですけどね何やろうな、まあ、ちょっと疲れすぎて、まあ、疲れてるのを言い訳にしましょうか <laughs> いやでも本当疲れてますからね僕本当に本当に疲れてますよ 僕ほど車と向き合ってね、こんな走行する人はいないですよ。下道でね、兵庫からね、茨城まで行くって、ね、なかなか発想、発送しないでしょ。まあみんな想定外ですよ。<う>兵庫から下道で茨城いや、なかなかやろうとする人いないですね。<laughs> まああの、鹿児島、僕はあの、鹿児島、宗谷岬行ってるんで、北海道の車で大丈夫です。余裕です。余裕ではないな。疲れます。はい、なんだろうな 久保さんなんかいい話してたんですよね久保さんなんんなかいい話してたんですけどなんか出てきそうで出てこないな何やったっけな、うん、はいちょっと思い出せないのであのー、まあちょっと汲み取ってくださいあの僕がいいと感じるところとこれね他の人がいいと感じることは多分ちょっと違うと思うんで僕がいいって感じたところはあなたのいいではないかもしれないですよ 僕がいいって感じたところはあなたがいいって感じたところではないかもしれないですそれは分かんないですで人それぞれいいって感じるところは違いますからうんどこだったかななんかねいいなと思ったんですよ、うん、なんだっけなまあいいやこれ思い出せないからこそ次に行きましょう <laughs> じゃあ久保さんの動画どうぞ はい、えー、速化塾シリーズの第9話になりますかね、えー、今回はですね言い出しっぺになってくださいっていうことなんですよどんなものも後追いだとチャンスってのはすごく薄くなりますしやっぱりね1番と2番の差って思ったより大きいんですよ、えー、皆さんはですね日本で一番高い山が富士山ってことはご存知だと思いますけどもじゃあ2番目に高い山ってご存知ですかね、えー、一番大きい湖って琵琶湖ってご存知だと思いますけどもじゃあ2番目はどうですかねこういうふうに聞くとね 確かに2番目って B と同じぐらい知られてないんですよ。だから2番じゃダメなんですよね。うんえー、1番にこだわっていただきたいと思います。1番がオンリーワンなんですよ。ワンオンリーって言葉は私たまに使いますけどもこれはねこれしかないっていう意味として捉えられるかなと思います。でもともと私という存在もあなたという存在も1人はワンオンリー変えがきかないんですよね人としては。 でも、買えが効かないのに、自ら買えの効く人間になろうとしてるわけですよ。みんなと同じがいいとか、みんなと同じ選択肢、みんなと同じところに集まると。みんなが選んでるものを選ぶという,うね。自分でなくてもいいような自分を作り上げていっちゃってるんですよね。もちろん、場所によっては、時期によっては、みんなが一致団結する、そういったもの、集団行動っていうのは必要でしょう。うん、それを義務教育で我々は教わります。えー、協調性とかね、えー、それからみんなに合わせること、これ大事だったりしますよ。 あの体操もみんなででピシッと一つでやりますよね、えー、もちろんそれも大事です同じ時期に就職活動して同じ時間に給食を食べる規律、うん、っていうのもある意味大事な時はあるんですよでも社会に出た時にそうではないと自分はどのように生きるかと考えた時に、うん、ワンアンドオンリーでいきたいんだっていうふうにもしね思ってるんだったらそれを選ぶ権利がありますでは私はですねワンアンドオンリーどんなものがあるかというとまずですね えー、出勤がないんですよね出勤がないっていう時点でもかなり珍しい存在だと思います、まあ、他にもですね家は買いながらもローンがないというねこれも珍しいことかなと思いますで地域活動をかなり細かくやっていますまあ地域活動やってる方は結構いらっしゃると思いますけども多分私のね年齢とかで毎日のように地域活動をやってる方もあんまりないんじゃないかなと思うんですよねでこの あ自分にしかやってないこともしくはその確率が低いことっていくつもあるなと思えればワンアンドリーに近くなっているのかなと思います。もちろんね無理してワンアンドオンリーになる必要ないんですよ。自分が望めバーですからね。うん、ただいろいろとそう考えていくと自分にしかできない自分が確かにあるなということをかみしめられれば、うん、ワンアンドオンリーが成功してるんじゃないかなと思うんですよね。これ聞いてどうですかね 自分にしかかできないことってありますかね例えば会社に勤めてると自分がいなくちゃこの会社は回らないってみんな思うんですよ、うん、だからみんな辞めなかったり不満があっても頑張ったりするんですけども、うん、考えてみたら自分が入る前からその会社ってあるんですよね <laughs> だから自分がいなくなってもその会社潰れないんですよ潰れないですよねだって社長がいなくなっても潰れないんですよ会社って一人いなくなったからで潰れないですよ、うん、で社員さんが100人いて じゃあ極端な話ね、50人いなくなくりまました。会社つぼれますかっていやいや残った人で回す。それが会社ななんんんでですすよよね。ね。とかやっていくんですよ、ね、それこそ営業成績が落ちるかもしれない一時的には作業の負担がすごくね広がって徹夜組とか出るかもしれないけどもそれでもね揺り戻しって言ってじゃあこの人数だったらこれは無理なんでやめてしまって50人でもできることをやろうよみたいになってきて結局規模はちっちゃくなりつつも50人でできるものに落ち着いていくんですよね。 でそういう意味で言うとですね自分がいなくても大丈夫です社会は回ります、ね、人ってのはいつか死にますからそれを前提として組織っていうのは作られてますからねいきなりドタキャンでやめる、うん、いきなりサボってこなくなるいきなり誰かがいなくなるそれでも組織が回るように作れている逆に言うと組織っていうのは誰かが欠けても大丈夫なように集まっている集団それが組織なんですよね、うん、誰かが欠けても大丈夫なように集まる集団が組織ですからね でも個人っていうのは私は一人でやってますけども即下塾もやってますけど私がいなくなったら多分もう即下塾の運営って止まるんですよね、うん、私の家庭は何とか続くと思いますそういう意味で言うと誰かがいれば、うん、でも即下塾に関してはじゃあね、うん、ナンバー2といいますか私の代わりで即下塾を引っ張っていくぜって人がいるかって言ったらいないんですよね、うん、だからいてほしいってわけじゃないんですけども自分が旗揚げしたものっていうのはとかく後継者ってすごくね作りにくいんですよ でも逆に、ワンアンドーリーだから後継者がいないとも言えるんですよね。例えばね、吉田さんがドリームアカデミアやってます。同じような感じですけども、ドリームアカデミア、吉田さんがいなくなったら、誰か引き継ぐ人いますかってことなんですよね。多分後継者はいなくて、後継者がいたとしても、その後継者についてこれるかどうかって問題があります。やっぱりね、創業者がやってこその速可塾であり、ドリームアカデミアっていうふうな考え方もできるんですよね。さあ、速可塾の結論になってきますけども、 あなたでないとできないことをやるってことは逆に言うとあなたがそれをやめたらこの世からそれが消えるってことなんですよそのぐらい大きなインパクトですそういうふうなインパクトを持った世界をそろそろ作ってみてもいいんではないかなという意味でこれをやりますって手を挙げるのはいかがかなと思います。はいえー、本日は、ね、2034 4フェスこれねね月ににに、えー、億万長合宿のちちょっととしししたた休憩時間ががなんんかか雑談として私が、ね、吉田さんに持けけましたけども そのの持ちかかけたた雑談、口から出たものがこうやって現実化すするんですよね私の口から出たものって次から次へと現実化すると私は思い込んでいるんですがもうもちろんね現実化しなかったものあるんではないかなという気がしますねはい、えー、皆様もね自分の口から出たものを現実化するためにやっぱりね日々を暮らしていただきたいかなと思いますし自分の言葉って現実化するって信じていただきたいんですよでおそらく自分の言葉が現実化 できてないないと思う方もうちょっと別の面を見てください。自分の口から出た言葉がどうせダメだろうとか自分には無理だろうっていうふうな言葉が現実化してるんじゃないですかね、うん。だから言葉の使い方変えていくことによって人生は変わっていくんだと私は思うんですけどね。それではあ後ほどお会いしましょう。ありがとうございました。